北九州学びと ESD ステーションは、福岡県北九州市小倉北区にある持続可能な発展のための教育を目的とした、市内10大学による大学籍連携教育施設。平成24年度大学間連携共同教育推進事業で選定された、街中 ESD センターを核とした実践的人材、育成は地域再生の核となる、 大学づくりを推進するため、北九州環境未来都市における地域と大学が連携し、環境の取り組みを理解し、持続可能な発展を広げることができる人材、課題に対する実践力を備えた人材、卓越したコミュニケーション力で人と共同できる人材の育成を行う取り組みである。既存の座学を中心とした教育プログラムに加え、 国連において推進されている ESD を中心とした実践的教育に取り組むことで上記能力を培うものであり、市の中心市街地に参加十大学共同の地域活動拠点となる町中 ESD センターを設置し、専属の特任教員や事務員を配置し、専門分野をことにする教員が得意分野を持ち寄ることによる効果的な教育や、 大学間の垣根を越えた実践的教育を総合、かつ効率的に実施するものである。持続可能な発展のための教育、エデュケーションフォーサステナブルデベロップメントの略称。持続可能な発展は、環境、社会、経済のバランスの取れた発展であると言われ、持続可能な社会の実現を目指し、一人一人が、世界の人々や将来世代。 環境との関わりの中で生きていることを認識し、より良い社会づくりに参画するための力を育む教育。環境のみならず、人権、福祉、多文化共生、街づくりなど幅広い分野をフィールドとしている。学びたい気持ちに、早いも遅いもありません。この街では、誰もが先生、誰もが生徒、課題が見えてくる、もっと学びたくなる、大学生の成長が、 町の成長、未来づくり絵をテーマに、地域や企業、大学での活動を循環させる事業を行っている。平成27年度の主な実施事業、活動目的市民や、学生のシビックプライドの情勢と語り合いによる、新しい未来づくりのきっかけの創造。活動の内容活動の中心は、語り合いの場の創造。情報の収集、研究にとどまらず、 ダイワシティなステーカホルダーを集め、質の高い対話から未来を描いていくことを行っている。1語り合いの場の創造。PTA などの研修会の開催や、地域住民や市役所職員、学生など語り合いの場を企画し、運営している。2持続継続可能な町の提案国ラミナミクにある、白の地区で開発される800個のスマートシティの企画者からの依頼を受け、 持続継続可能な街にするためのソフトの提案を行った。世代が循環する街に必要な要素とは何かを若者が集まる地方都市の事例研究から抽出した。ワークショップを通じその要素を白野の新しい街にどのように反映するかのアイデア出しを行い、提案内容をまとめた。街づくりを担当する方と開発に関わる企業に対しプレゼンテーションを行った。 学生の教育効果ワークショップの設計を行うことからデザイン思考とファシリテーション力。世代が循環する町の提案から情報収集、分析力、プレゼンテーション力を身につけることができます。その他の事業年齢や職業に関係なく学びたい人なら誰でも参加できるユニークな講座を開催している。学びと講座年齢や職業に関係なく 学びたい人なら誰でも参加できるユニークな講座を開催している WeLove 小倉協議会との協業夜会毎週木曜日午後6時から約2時間街中で活動する人を招いて活動内容、人生観、将来のビジョンなどをディスカッションしている。ありがとうございます。